はじめに大分トリニータのメンバーを紹介します。ゴールキーパー背番号1高木俊、ディフェンダー背番号3三尾優子、ディフェンダー背番号14エンリケ・トレビザン、ディフェンダー背番号15小出優太、ディフェンダー背番号41戸根亮介、ミッドフィルダー背番号6小林優希、ミッドフィルダー背番号8町田大和、ミッドフィルダー背番号10野村直樹、ミッドフィルダー背番号11下田北斗、ミッドフィルダー背番号31ペレイラ、フォワード背番号20長澤俊、続いてリザーブ背番号22ホープ・ウィリアム、背番号2香川祐希、背番号4佐田圭介、背番号49羽田健人、背番号17井上健太、背番号13伊佐光慶、背番号18藤本和樹、監督は片野坂智弘です。続いてジュビロ磐田のメンバーを紹介します。ゴールキーパー背番号37アレクセイ・コシェル、ディフェンダー背番号5小川、ディフェンダー背番号22中川翔、ディフェンダー背番号25森岡陸、ディフェンダー背番号35鈴木海人、ミッドフィルダー背番号2今野康之、ミッドフィルダー背番号8大森幸太郎、ミッドフィルダー背番号28春間直樹、ミッドフィルダー背番号30聖火直也、フォワード背番号11ルキア、フォワード背番号19三木直子、続いて三木さん背番号21杉本大地、背番号41加藤千春、背番号47岡光平、背番号14松本雅也、背番号43小林亮太、背番号4大津優希、背番号27吉永真宏、ヘッドコーチは服部俊明。